おはようございます。速稼塾の久保でございます。昨日はですね、最高の人生の過ごし方と見つけ方っていうね、映画を見てきましたけども、いや、やっぱりね、年は取りたくないもんだなと思います。そしていつも若くいたいと、若く見られたいと、こういうふうに私は素直に思ってるわけですよね。多くの方は年を取るに従ってですね、もうね、こんな年だからとか言って諦めちゃうのかもしれませんけども、いやいや、若くいたいじゃないですか。で、今回はですね、若くいるための秘訣を7つほど紹介しようかと思います。私なりに目指しているところなんですよね。一つ目はですね、声のトーンですよね。今私が話している声のトーンっていうのはちょっと高めなんですよ。人に話すときって私ね、ちょっとワンオクターブぐらい高く、そして明るくね、話すように心がけております。多分ね、お分かりの方もいると思いますけども、 YouTube とかをね、やってるともう喋り方が暗い方とかいるんですよ。これはね、見てる人も暗くなっちゃうんで、次再生してくれない可能性があります。なるべく明るく話していきましょうということですよね。で、2つ目がもう服とかファッションですよね。やっぱりね、若々しい外見っていうのはファッションから来ていると思います。ファッションとかね、それからまあ、ヘアスタイルもそうですけども、まずはファッションですよね。で、ファッションに自信がない方はやっぱりね、まあ、ブランド物を着るのがいいんじゃないかなと思います。ブランド物の中でもそんなに高価なものを着るってわけじゃないんですけども、私がおすすめするのはアルマーニですよね。アルマーニの T シャツってまあ、バーゲンだと5000円ぐらいとかね、で1着12800円とかが一番多いんですけども、そのぐらいなんですよ。そのぐらいって高いじゃないかって思われるでしょう。でもね、やっぱり普通 T シャツ買っても2000円とか3000円すると思うんですよ。中には1000円もあると思いますけども、そういうのって、結構すぐダメになるんですけども、ブランド物の T シャツってすごい長持ちするのと、あと素材が全然違ってね、体にフィットするんですよ。だから一番自分のボディラインのいい形で収まってくれるんですよね。これよく知られてないことなんですけども、あんまり知られてないことなんですけど、本当にね、ぴったりフィットするんで、私アルマーニの T シャツとかポロシャツってむちゃくちゃ好きなんですよ。自分の体をね、ベストな形に見せてくれますからね。これ本当にね、それ試してみてほしいなと思います。で、まあ、ちょっとワンサイズちっちゃめが着れるかなと思います。ああいう風なの、私だから M とかね、 L なんですよ、着るのが。で、1000円とか2000円の T シャツは LL っていう風にダボっとしたのを着ないと、これ形が悪くなっちゃうんですよね。で、まあ、そう考えると私はね、体にフィットした服を着るようにしてるかなと思います。だからファッションって言ったら今のこの格好どうなんだって話になりますけど、これはダメですよ。これはちょっとくたびれて見えますんで、老けて見えますんでね、こういう風なサムエとかはね、ちょっといいやつを買わないと相当ダメで、ね、だなと思いますよね。 2,3 万円のサムエ買わないといけないですね。これはね、5000円ぐらいの万元品なんですよ。しかももうね、着倒してるんで、これもう半分寝巻きですからね。自宅から外に出るときはこれは着ないですね。外出するときはやっぱり、しっかりとしたものを着ていきます。まあ、T シャツにジーンズが多いかなと思います。それからね、お腹ですよね。お腹若く見られようと思ったら、やっぱお腹を引っ込めていかないといけないですよね。で、激しい筋トレをしろってわけではないんですよ。やっぱりお腹がドーンと出ていって、太ってるよりもシュッとね、痩せてる方が若く見られますんで、これ男性でも女性でもそうなんですけどもね、まあ、ですんで自分の体型にはね、常に責任を持っていないといけないかなと思います。で、体を作るのは2年とか3年がかりになります。で、私もやっぱり2年がかりでこの体を今作ったわけなんですよ。お気づきになってない方もいると思いますけど、私ね、やっぱり90キロぐらいの体重があったの、今80キロぐらいなんですよね。で、結構ダイエットは得意になりましたんで、痩せないといけないなと思ったら、結構ね、短期間で痩せれることができるんですよ。で、痩せたらしばらくまた太らないですね。これはね、食事のコントロールと運動のコントロールをちょびっとするだけなんですよ。慣れてくると本当に楽なんですよ。自分の体重がね、ちょっと上がってきたなと思ったらキュッと下げる、上がってきたなと思ったらキュッと下げるみたいなのを繰り返していきます。本当に意識しないと太る一方ですんでね、ちょっと困ったもんですけどね。それからヘアスタイルですね。まあ、私もね、これヘアスタイル今ね、常にヘアスタイルを気にしてるんですけど、このヘアジャム、ギャツビーのヘアジャムで頭をこう固めてるわけなんですよ。どうですか、朝5時台にこれをやるわけですよ、私は。で、これをね、束で10個ぐらい束で買ってきて、どんなとこにも1個必ず持って行ってとかね。で、車の中にも積んで、出かけ先でちょっとね、ヘアスタイルこう直したいなと思ったら、車から持ってきてペペペとね、塗るような感じしてます。で、これ空になっちゃいました。はい。それからですね、明るさとか元気さを忘れちゃいけないですよね。いつもね、明るく元気に、なんかね、もう年を取ると男性って特に暗いんですよ。女性はずっと明るいままなんですけど、男性はね、なんかね、30代過ぎて40代過ぎるとある意味落ち着いたと言ってもいいのかもしれませんけども、まあ、とにかく暗いんですよ。暗くなったりおとなしくなったりとかすると、とにかくね、老けて見えます。本当にね、私隠居とかやってますけども、ご隠居がね、暗いっていうかね、落ち着いてるのはいいんですけども、まだ隠居してない方がちょっとおとなしくなるのは、惜しいかなと思いますんでね、元気で明るくやっていった方がいいと思います。そしてこれからね、今5つ言ったか5つ言ったかな。で、6つ目7つ目なんですけども、
1日1個何か新しいことにチャレンジするってことですよね。年を取るとね、今までの自分の人生経験を使っていこうとするんですけども、そうじゃないんですよ。チャレンジっていうのは今までの人生経験にないものを自分の人生に加えていくってことですからね。やったことがないことをどんどんやっていきましょうってことなんですよ。まあ私はね、なんか盆栽をやってみたりとかですね、ダメなんですけども、そういうのはなんか見てくれが年寄りなんでね。でもやっぱり若い方がどんなことに興味を持って、どんなものに悩むのかってことをね、しっかりと検証していったりね、情報を取っていったりしなければならないかなと思います。さあ、それで7つ目なんですけども、これはちょっとね、まあもう至極具体的に言います。私はね、いつもね、20代の女性と関わるつもりで生きてるんですよ。ね、ちょっとね、こんなこと言ったらね、年甲斐もなくって思われるでしょ。でも私の奥さんね、やっぱ17、18離れてますからね。私の歳から見ても20代なわけですよ。で、20代の女性にどうやったらね、楽しんでいただけるかとか、20代の女性が、年齢差を感じないようにどういうふうにね、過ごしてくださるだろうかっていうことを考えていくと、やっぱりね、これ別に奥さんが若いからっていうことじゃなくてもね、普段40代の男性とか50代の男性とかね、それ以上の方もそうなんですけども、20代の女性とお付き合いするつもりで毎日暮らしてみるとよくわかるんではないかなと思います。自分の精神年齢若くいたいってよく言いますけどもね、自分は精神年齢若いんだって言いますけども、結局その考えはもう精神年齢がね、年を取ってるってことなんですよ。そうではなくて、具体的に何をしてるかってことですよね。で、目の前にいる人が何歳なのかっていろいろあります。実際に若い世代の方と関わることってあんまりなくなってくると思うんですけども、それも意識だけはね、いつも20代の女性とお付き合いしてるような気持ちで過ごしていくといいんじゃないかなと思います。もちろんね、女性から見ると、女性の方ですよ、20代の男性とお付き合いしてる時だから、自分がね、女子大生とかね、もう20歳前後の女の子だよっていうふうな意識でどういうふうに過ごすかなってことをずっと忘れないと、自然と若くいる意識っていうのはなくならないんじゃないかなと思いますよね。で、私もね、もうすぐ50が見えてきますよ。でもね、やっぱ若くいたいと思う時に、意識を20代の自分、そして自分の周りにも20代の人がたくさんいるとしたら、男女がたくさんいるとしたら、どういうふうに過ごしていくかなっていうことを考えると、まあ、若くいられるんではないかなと思いますけども、その他にね、若くいられるような秘訣がありましたら、皆さんも教えていただければ幸いでございます。それではですね、本日もよろしくお願いします。11月です。